はい、こんにちは。インザマウンテンの山中です。今日も僕の働いてるアウトドアショップフィーカのおすすめ商品紹介していこうと思います。よろしくお願いします。今日紹介していくのはヌスルムワークスさんの開くっていう焚き火台なんですけど、まあ、サイズは結構コンパクトな焚き火台で、ソロキャンプの方向けかなっていうぐらいのサイズ感になってます。で、特徴はコンパクトなサイズ感と設営時間がもう1秒あったら設営できてしまう。設営めちゃくちゃ早い商品です。うちのフィーカのインスタグラムでも開くを設営してるところリールにあげたら何万回回ったかな、4、50いったのかな。まあ、20は絶対いってて40万ぐらい、もしかしたら、まあ、30万は超えてるかなーってぐらい、めちゃくちゃいろんな人に見てもらえて、すごいうちでも人気の商品です。はい、じゃあ、実際に組み立ててみましょう。組み立てるってほどのものないんですけど、終わりです。もうこの状態で薪なんかこう乗せてもらっても、はい、もう焚き火できまーすって感じになっちゃうんで、これでもう焚き火は OK です。で、焚き火しながら調理したい方もいらっしゃると思うんで、あ、これちなみに40センチぐらいの薪でもガンガン乗せることできます。大きいサイズの薪も問題なく乗ってくれて、ここがカチッとロックがはまるようになってるんで、ここロックかけてもらって、どっちも両サイドロックかけてもらって、付属のこういう、なんかこう、なんやろ、昔の人がこうやって戦ってそうなやつね。これを、このスリッド、この辺のスリッドに差し込むことで、これが2本ついてるんで、2本こう好きなところ差してもらったら、シェラカップとか、こけちゃったりできるんで、調理も、余裕でできるというか、調理にもすごく向いてます。まあ、こんな感じで、開く。すごいコンパクトで、設営時間早いんで、こう焚き火台がすごいいっぱいリリースされてる中、でも、すごい差別化されてるというか、結構尖った焚き火台だと思います。うちのお店でも、すごいよく問い合わせも多いですし、よく売れる商品の一つですね。ムスルムワークスさんが、リリースされてる商品同士で結構互換性を持たせるようなことが多くて、で、この開くが出る前から出てる商品だったり出た後の商品とすごい互換性を持たせてるんで、ちょっとそのオプションのところをお話ししていこうと思います。開くを買っていただいたお客さんの何パーセントかな？もう8割9割ぐらいは一緒に買って行ってくれるのが、この角度ごとくっていう商品です。これの本当の使い方としては、まあ、こんな感じで、こうやってシングルバーナーのごとくにしてもらったり、もうちょっとここ角度を変えれるんで、浅い角度にしてもらって、焚き火台使わずね、できる、焚き火ができるキャンプ場なんかでは、焚き火台使わない時のごとくにしてもらったりっていうのができるような角度ごとくっていう商品なんですけど、これを水平まで持っていってもらって、あ、じゃあもうスライチ水平なになるところまで持っていってもらって、そうするとこの開くのこのもともと標準でついてるごとくを一本だけ真ん中にセットしてもらって、で、この角度ごとくをセットすることで、こんな感じで、ちょっとなんすかね、ガンダムチックというか、なんかこう、拡張性がありますよね。こうすることで、まあ、クッカーの
安定性はもちろんなんですけど、この真ん中のところで調理して横でちょっと保温みたいな、ちょっとこう冬キャンプであったかい飲み物作ったんで、こっちで冷めんようにちょっと火から離しておいとく。でこっちではしっかりこう調理するようなアヒージョ作っておつまみにして、こっちでホットウイスキー飲んじゃうみたいな、喋ってんなことができます。プラスもう一個オプションでおすすめしたいのが、ウィンドスクリーン囲いっていう商品なんですけど、これがまあ普通の風よけみたいな感じでこう囲ってくれるような感じになってる商品です。でこれで使ってもらったら、僕もたまにするんですけど、もう何もない、ただ展開させた状態で使ってもらったら、フラットバーナーとかのご得にもなりますし、これ内側に足がついてるんですね。見えるかな？足が3箇所全部についてるんで、この足を一個一個こう出してもらうと、焚き火台なんかの風防にもなってくれます。でここちょっとこう R が入ってるというか切り込みが入ってるんですけど、これがなんと開くのこことこうすごい考えられて作ってて、角度ごとくに邪魔しないように切り込み入ってて、なおかつ風防としても機能するように作られてるんで、ぜひ3つセットで買っていただくと、こう調理もしやすいし、風が強い日にも対応できるし、でなんなら各々別の使い道があるんで、各々でも使いやすくて、すごい便利な商品たちです。個人的にはやっぱりサイズ感、ちょっとコンパクトなサイズ感なんで、ソロキャンプが多い方にすごいおすすめしてて、設営時間すごい早くパパンってお見せした通り終わるんで、設営時間をとにかく短くしたいっていう人にはすごい本当におすすめの焚き火台セット、焚き火台周りのオプションセットです。焚き火これからしたいな、庭で焚き火してみたいなみたいな人でもいいですし、なんかこうソロキャンプしてて新しい焚き火台欲しいなみたいな人にもおすすめの焚き火台なんで、ぜひご検討してみてください。ありがとうございました。